ポストハードコアは、ハードコアパンクから派生したロックのジャンルの一つ。非常に定義が曖昧、かつ抗義にわたる。勃興初期においては、ポストパンクやプログレッシブロックの影響を受けた前衛的なハードコアバンドを指す名称であったが、近年では大衆化してきたスクリーンも、メタルコアなどの代替語として用いられることが多く、特に海外でその傾向が強い。 1980年代あたり、人々が、それ以前の一般的ハードコアサウンドに飽き飽きしていた頃、ディスコードレコード所属のバンドを中心に、実験的なサウンドを鳴らし始めた、ハードコアバンドが台頭し始めた。彼らは、それまでのハードコアサウンドに、ジャズやプログレッシブロックの要素を加えた、非常に先鋭的な音楽性を持っていた。フガジのライブ1990年代に入ると、 ニルバーナの爆発的セールスの影響で、オルタナティブロックのブームが到来、その後押しを受け、フガジやドライブライクジーヒューなどのポストハードコアバンドも高い、評価を受けるようになる。また、ポストハードコアから派生したエモも発展の兆しを見せ、サニーデイリアルエステートやテキサスイズ・ザ・リーズンなどのバンドが活躍し、ジミー・イート・ワールド以降のエモムーブメントの礎を築いた。 2000年代に入ると、サーズデー、スライス、フィンチなど多くのバンドがメジャーシーンへ出現し、一気に人気が加速する。特にサーズデーの2003年発売のサードアルバム、ウォー・オール・ザ・タイムは全米初登場7位という大ヒットを記録。これを機に多くの後続バンドが登場するようになる。2000年代中盤では、センシュズ・フェールが大きな成功を収めている。これらのバンドが、 スクリーモと呼ばれたことから、以降ポストハードコアという名称を、スクリーモの同義語、類義語として使用されるケースが増加した。もともとスライスやフィンチといったバンドは、初期のポストハードコアの流れを多少組んでいたものの、彼らに影響を受けた後続のスクリーモバンドたちの、音楽性はもはやその名残はほとんど残しておらず、名前だけが受け継がれたような形となっている。2014年現在、 勃興当時において、ポストハードコアと呼ばれうる音楽性のバンドについては、ほとんどの場合ポストパンクやインディーロックといったジャンルに包括されてしまうことが多い。非常に限定的な故障であるが、かつてポストハードコアレーベルのオスであったディスコードを形容詞化したディスコーダントという言い回しも見受けられるようになった。カテゴリー、ポスト、ハードコアバンドを参照。ありがとうございます。